若い頃の悟空さだな。オラもピッチピチの若奥様だ。ん？オラは今でもピッチピチだぞ。まったく悟空さと来たらよ、全然働かねえだよ。おかげで家計は火の車だ。ああ、オラの嫌いなスーパーサイヤ人だ。なんでオラの家族はみんな不良になっちまうだ。この頃の悟空さは働かねえばかりか、あの世だこの世だと言って全然帰ってこなかっただ。不良第一号だな。よくわからねえが普通の不良とは違うみてえだ。スーパーサイヤ人はもう見たくねえだ。一番最近の悟空さだな。相変わらず働いてくれねえが、まあ元気で何よりだべ。いい年してまだ不良してるだよ。もしかして孫のパンもこんな不良になっちまうだかな。これはもうオラにもなんだかわからねえだ。でもよ、どんなに変わっても悟空さはオラの大事な旦那様だ。ああ、懐かしいだな。悟空さの幼い時だぞ。この頃にはオラと悟空さは結婚の約束をしてただよ。サイヤ人ってのはよ、お月様を見ると大猿に変身するらしいぞ。オラと悟空さの自慢の息子だ。だがよ、スーパーサイヤ人は認めねえぞ。ご近所に悪い噂が立ちまうだ。あのセルってやつと戦った頃のご飯ちゃんだな。なんとかの部屋ってとこさ入ったら急に大きくなっただよ。地球のためとはいえ、なんでオラのご飯ちゃんが危険な目に。でも地球がなくなっちまったら仕方あんめ。我慢しただよ。オラのご飯ちゃんがどんどん不良になっていくだ。でもオラたちのために戦ってくれたんだもんな。複雑だべ。これはハイスクールに通い始めた頃のご飯ちゃんだな。体格も顔つきも悟空さんに似て男前になっただよ。スーパーサイヤ人にだけはなっちゃいけねえってあれほど言っただのに、天下一武道会でバレちまっただよ。オラにも何が通なんだかよくわからねえな。何にしてもよ、不良であることに変わりはあんめ。ブルマさんに作ってもらった正義の味方用の変身スーツだ。ご飯のやつ、年甲斐もなくはしゃいでただな。魔人ブーにお菓子にされて食われちまった後だったか。オラたちが生き返った時にはえらく大人な雰囲気になってただよ。んー、ピッコロ、こいつのせいでオラのご飯ちゃんは不良になっただ。相変わらず顔色の悪いやつだべ。きっと悪いことさ企んでるからだな。うん。オラはよく知らねえがピッコロにそっくりだな。なんでもピッコロと同じナメック星人らしいぞ。クリリンと悟空さは修行時代からの長い親友だ。18号さんと結婚して無天ルイ様のとこにいるだよ。ヤムチャか。こいつは昔からろくでもねえやつだ。ご飯ちゃんの教育には最も悪いダメな見本だべ。悟空さんのお友達の一人だ。目が三つもあるなんて便利そうだな。天津飯さんの弟弟子だ。それにしても全然背が伸びねえな。ベジータだな。見るからに悪そうだべ。今も昔もあんまり変わらねえだな。あのベジータが猿になった姿だ。全然可愛げがねえな。こんな服をご飯ちゃんもこっそり着てたことがあっただな。不良が着る服なんだべ。きっと間違いねえだ。ベジータが初めて不良になった時の姿だって、もともと不良だべな。スーパーサイヤ人の違いなんてオラには興味ねえが、すごい筋肉だな。この頃だな、ベジータとブルマさんが結婚したのは。でもブルマさんも大変だべ。働かねえ旦那様を持つと。うちの悟空さと一緒で子供がいるのにまだ不良をやってるだ。何が通だかスーパーだかオラにはよくわからねえ。天下一武道会で悟空さと戦った時の悪いベジータだな。消えたり現れたり会場壊したり、とにかく大変だっただよ。金髪じゃねえんだがスーパーサイヤ人らしい。不良じゃねえがよ、これじゃ変態だと思われるな。未来から来たブルマさんとベジータの息子さんだぞ。オラも意外だったがよ、礼儀正しくて良い子だ。あ
んな礼儀正しい子も不良になっちまうんだな。このままでいれば良い子なのにな。礼儀正しい不良ってのも困っちまうだな。あのトランクスがパワーアップした姿だ。でもよ、この筋肉は異常だな。小さい頃のトランクスか。ゴテンちゃんの一つ年上だな。親の教育が悪いせいだが、とんでもないワンパク坊主だべ。あのベジータの子供だけに不良に走るのも早かっただ。オラと悟空さんの二人目の子供だ。髪型とか顔つきとかよ、昔の悟空さんにそっくりだべ。まさかオラのゴテンちゃんまで不良になっちまうなんてよ。悟空さんはあの世に行っちまうし、オラショックでしばらく寝込んだだよ。ゴテンとトランクスがフュージョンっちゅう技で合体した時の姿だな。トランテンだかゴテンクスだかわけがわからなくなっちまっただよ。トランクスと合体したせいでよ、手のつけられない不良になっただ。ああ、まさか眉毛までそっちまうなんてよ。悟空さとベジータがポタラっちゅう不思議な道具で合体した姿だな。もう悟空さが何しようと驚かねえと思ってたがよ、これは反則だべ。不良の二人が合体して最強の不良になっちまっただ。あの世の悟空さとあの世のベジータがよ、ああもう何も言うめ。いちいち驚いてたら悟空さの嫁は務まらねえだ。けどよ、ここまで来ると何でもありだな。世界一の格闘家にしてどえらいお金持ちなんだべ。ちなみに娘のビーデルさんはご飯のお嫁さんだ。オラの大事なご飯ちゃんの大事なお嫁さんだ。素直で気の利く良い娘っ子だ。お金持ちだしな、言うことなしだべ。ご飯と一緒に悪者を退治する時のお揃いの服だな。昔の御殿は同じ服を欲しがったが、今じゃ見向きもしねえな。海王様の上、そのまた上の大海王様より偉いお人だ。海王神って偉いお人がキビトってやつと合体して変身した姿らしいぞ。悟空さとは小さい時からの付き合いみてえだな。食い意地の張ったお行儀の悪いやつだ。悟空さがあの世の武道大会で戦った強い武道家だそうだ。髪型は不良みてえだが、何でも偉大な勇者様らしいな。ご飯とビーデルさんの間に生まれた娘だ。オラもいつの間にかおばあちゃんだべな。ブーを倒した後の天下一武道会で悟空さと戦った子だな。その後悟空さがこの子を連れてまた家出しちまっただよ。悟空さとの修行で鍛えられた後のウーブだな。立派になってよ、あの魔人ブーの生まれ変わりとは思えねえだな。悟空さやオラの夫の偉い武術のお師匠さんだべ。あちこちの娘っ子にエッチなことして痛い目に遭ってるだよ。オラも初めて見たがよ、これが本気の無天老師様だ。けどよ、エッチなところはパワーアップしてほしくねえな。パオズ山で悟空さを拾って立派に育ててくれたお人だ。一度お会いしてきちんとご挨拶したかっただ。天下一武道会で悟空さと戦ったことのある武道家だべ。悟空さが小さい頃からのお友達で、人造人間8号のはっちゃんさんだ。悟空さは16号ってやつと雰囲気が似てるって言ってただ。あのベジータの夫だ。ヒゲ以外はそっくりだ。サイヤ人が猿になると見分けがつかねえな。悟空さの夫だな。実はオラも悟空さも会ったことねえだ。あの世に行った時にはきちんと挨拶しねえとな。悟空さの夫も猿になるだな。それじゃご飯や御殿も。悟空さと同じサイヤ人の娘っ子らしいだよ。サイヤ人は老けねえからちょっと羨ましいな。サイヤ人の女も猿になるらしい。パンもいつか猿になるだかな。悟空さのお兄さんだべ。どこさいるかはオラも知らねえ。今はあの世にいるらしいぞ。いつか挨拶しねえとな。悟空さんのお兄さんまで、オラ猿のことはもう忘れるだ。気味が悪い生き物だべな。悟空さと同じサイヤ人らしいだよ。お友達にはなりたくねえだ。これは見なかったことにするだ。面食いのブルマさん好みの顔だな。
オラは悟空さが一番だがよ。いえ、あのハンサムがこんなすげえ顔になるなんてな。見るからに凶暴な顔してるだべ。親御さんも同じ顔なんかな。ベジータのライバルだったらしい。不良仲間ってやつか。漫画のヒーローが好きそうだな。でもそろそろ卒業した方がいいぞ。この人たちはいちいちポーズを決めるだな。ちょっと暑苦しいだよ。宇宙一のスピードが自慢らしいぞ。本当か。ジュースだべか。5人とも飲み物の名前みてえだな。なんかカエルっぽいやつだな。口が臭そうだべ。ご飯たちがナメック星で戦ったっちゅう悪いやつらの親玉だな。親御さんはどういう教育をしたんだべな。迷惑な話だ。フリーザってのはよ、何回も変身するんだってよ。家族の方もみんな変身するんだかな。すげえ頭だな。テレビでこんなお化けを見たことあるだ。ずいぶんとさっぱりしちまったが、めちゃめちゃ強かったらしいぞ。いくら強いと言ってもよ、オラの悟空さんが最強だべ。ご飯が勉強中に勝手に抜け出したのは、こいつらが地球に来たせいだったな。せっかく平和になって勉強に集中できると思ったのに、迷惑な奴らだべ。あのフリーザってやつの夫だな。こいつのお母も同じ顔なのかな。フリーザの手下だべ。それにしても弱そうだな。こいつもフリーザの手下だな。オラでも勝てそうだな。悟空さの命を狙っていた人造人間だな。悟空さはハッちゃんと雰囲気が似てるって言ってただな。18号さんの双子の弟さんらしい。今は何してるかオラも知らねえだ。昔は悟空さたちの敵だったが、今じゃクリリンのお嫁さんだ。全然老けねえからちょっと羨ましいだよ。マシュマロみてえな顔してるな。何でも木を吸い取るらしいぞ。昔はブルマさんの夫と同じ偉い科学者さんだったらしいぞ。ご飯ちゃんがぶっ倒したセルっていう人造人間だな。17号さんを吸収して変身した姿らしい。18号さんを吸収して変身した姿らしい。何がパーフェクトかわからねえが、とにかく強かったみてえだな。ちっこいセルだな。これでも強かったみてえだよ。魔人ブーを復活させた悪い魔導士だ。こいつのせいでオラもひどい目にあっただ。何でも魔界の王様だったらしいが、あの世で会った時はいいやつだったぞ。前は恐ろしい魔人だったみてえだが、今はサタンさんのところで居候してるぞ。魔人ブーの悪い心が形になった姿らしい。顔色が悪いだ。見るからに悪そうだが、本当に悪いやつだったべ。オラのゴテンちゃんとトランクスを吸収して変身した姿だ。あ、ピッコロも吸収したか。オラのご飯を吸収して変身した姿だ。今見てもムカムカするだよ。体はちっこいけどすんげえ強いらしいな。ピッコロ顔の神様と神様の座を争ったっていう悪党だな。変身するとこんなに体がでっかくなるだよ。悪い科学者でこの世で一番強い悟空さんの体を乗っ取ろうとしたらしいな。悟空さんと同じ顔してるが、実は地球を攻めてきた悪いサイヤ人だ。やっぱりこいつも猿になるんだな。ピッコロと同じナメック星人だし、完全な不良だそうだ。やっぱりな。ピッコロも昔天下一武道会でこんなに大きくなったことがあっただな。クーラってやつの手下だな。フリーザのお兄さんのクーラってやつだな。まったく兄弟揃ってめちゃくちゃだ。親御さんはどういう教育してるだか。体が鉄になっちまったクーラだな。どうやって生きてくんだべか。オラたちが都に出かけた時に襲ってきた悪い人造人間だな。人造人間が仲間と合体した姿だな。なんでも悟空さと同じサイヤ人だし、見た目は普通じゃねえか。
やっぱりこいつも不良だっただな。サイヤ人はみんな不良になるのか。まったく伝説の不良なんて偉くもなんともねえだ。昔銀河を荒らした悪い一味の一人らしい。こんな娘子とは付き合わねえ方がいいぞ。銀河戦士っていう悪い一味の親玉だな。どんだけ悪さすりゃ気が済むんだか。変身した姿らしいが、オラには違いがわからねえな。何でも人間の悪い気が集まって生まれたあの世の怪物だそうだぞ。変身すると人相が悪くなっただな。こんなでっかい怪物がいるんだな。何でもベビーっていう宇宙人がベジータの体を乗っ取った姿だそうだ。ここまで来ると変身が当たり前だな。もうオラには何が何だかわからねえだよ。やっぱりな、こいつも猿になるだよ。地獄の17号さんとこの世の17号さんが合体して変身した姿らしいな。ドラゴンボールの使いすぎで生まれた7匹のジャーク竜の一人だな。7匹のジャーク竜の親分でめちゃくちゃ強いらしいな。ドラゴンボールを飲み込んでこんな姿になっちまったそうだ。悟空さが子供の頃に戦った悪い殺し屋だそうだ。悟空さにこっぴどくやられた後、機械の体に改造したらしいな。レッドリボン軍っていう悪い一味の一人だ。喋り方が女みてえで気味が悪いだ。占いババ様に雇われた用心棒で恐ろしい術を使うらしいぞ。ピラフっていう小悪党の親玉だ。まあ放っておいても大丈夫だべ。3体のヘンテコなロボットが合体するともっとヘンテコなロボットになるだよ。昔のピッコロ大魔王が口から吐き出した卵から生まれたらしいぞ。気味が悪いな。今のピッコロの夫なのかな。まあどっちにしても不良なんだべ。ペンギン村ってとこに住んでる娘っ子だ。なんでもすごい強かったらしいぞ。こっぱずかしいな。オラの子供時代だ。悟空さと結婚の約束をした頃だな。ビーデルさんを痛めつけた悪いやつだな。今度会ったらオラが相手になってやるだ。これは未来のご飯ちゃんだな。立派になって顔も男前だべ。でもやっぱり不良になっちまうんだな。オラもう諦めただよ。